サッカーをお楽しみの皆さん、こんにちは。西岡明彦です。解説の福西崇史さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、今日はよろしくお願いします。中盤でボールをカットしました。ちゃんとついていませんね。キーパー反応した。これで決まるか、押し込めるか。バーに当たった。ボールは生きています。宇佐美崇史、攻撃に移りたい。キーパーへバックパス。ボールはキーパーが落ち着いて処理します。宇佐美崇史、三沢健斗。前半終了して0対0、両チーム無得点で折り返します。福西さん、後半のキックオフ、今度はアントラーズボールです。振り抜いた。このシュートを弾いた。さあスローインでの再開です。さあどうだ。庄司源、入るか。なかなか均衡が破れません。このゴールが決まっていれば勝ち越しでしたが、惜しくも入らず。三沢健斗、強い。体をうまく使います。ボールを取った。ゴールは見えるか。宇佐美崇史、選手が一人倒れていますね。肉離れでも起こしたのでしょうか。いい組み立てだったんですが、ボールを奪われましたね。ゴールチャンス、宇佐美崇史、ゴールだ。宇佐美がしっかり得点を決めました。ゴール前の落ち着きは天性のものでしょうかね。独特のリズムがありますね。ここから試合が慌ただしくなってまいります。上野、藤原弘樹、ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ガンバ大阪の勝利です。